ちょっと和風っぽい。和風っぽいわ。うん。うまい。これねめっちゃ。マジ？めっちゃ大好きな味だから。そう、うん。結構和風っぽいのほんま、うん。あっさりしてそう。うん。え、これカレー？カレーよね。ドラちゃん汚れた。ドラちゃんクソ汚れた。うんうん。うまそう。なんかレトルトカレーみたいな。めっちゃレトロな感じする。まあせやわな。ね、これをドラちゃんちょっと顔行くの嫌だね。サラダ待っていい。うん、あ、たぶんうまいよね。じゃあ恐竜の卵よ。温野菜、温野菜、温野菜おいしい、おいしいね、うん、めっちゃ美味しいよ。美味しい。マジ。じゃあ次、最後ドラちゃん。本番やん、本番。いや、なんかやだね、このドラちゃんを破壊するの。どこで食べていいかな。うん、いいよ。え、そっから行く。ドラえもん食べてる感やばい。なんか肉まんっぽいやつで、中にグロやん。ホワイトクリームが入ってる。あ、なるほど。美味しい。美味しい、めっちゃ美味しいよ。でしょ。案外ボリュームあるくない？ああ、意外とね。え、ハンバーグ食べてほしい。めっちゃ美味しいよ。夏、夏。夏よ。美味しいやろ。めっちゃ美味しいね。え、サラダも抜群に美味しいから。うん。うまい。取れるんよこれ。えー、ほんまや。リストバンド？ドラえもんの映画で一人で見に行くからね。うん、面白いよドラえもんの映画って。意外な味やったよね。びっくりした。ドラえもんってこんな味なんや。よかよ。結構柔らかい素材のやつや。ほら、あ、ほんまや。うん、かわいい。え、かわいい。かわいいね。この恐竜さんたち2人おるね。うん、卵だね。卵だね。これ正面だよね。ムースやね、イチゴね。うまい。おいしい。クッキー食べる？クッキー食べてる。いいよ。クッキー。え、何これ？ちょっと。うまいね。これ何ドラ？何ドラ？800ドラみたいな。
さっきのお弁当が1800ドルか。あれさ、結構2人で食べたけど、うん、1人で食べたら多分結構満腹になるよね。思う、普通にご飯が結構多いから。うん、で、あと、うん、日曜日のこのお昼時、ほんまに12時ぐらいやのにスッと入れてスッと席が取れたっていうのはめっちゃ大きいよね。全然行列なかったよね。さやかのも残しといてや。ほんまだ、これジャム美味しいね。うん、結構おすすめかもね、ここ。うん、めっちゃおすすめ。普通に美味しいし、めっちゃなんかゆっくりできるよ、めっちゃ、うん、雰囲気もいいし、めっちゃおすすめです、うん、ダイナソンの悲鳴も聞こえるし乗れそう。うん、はい、ではドラちゃんのコラボ近ない。ではドラちゃんのコラボフード紹介でした。この動画が参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。